危ないな。走るのが早いキノピオさん、なんとかでかいキラーから逃げてください。落ち着け落ち着け落ち着け。ピッピッピッ、ジャンピング。よし、いけるよいけるよ。ピッピッピッ、ジャンピング。こっち、あーあー。皆さんこんばんは、 MK です。スイッチ版スーパーマリオ 3D ワールドパート13やっていきましょう。今回もワールド4進めていきたいと思います。前回出現した土管に入ってミステリーハウスから攻略していきましょう。ここのステージは走る系のところが多いかと思いますので、初めてのキノピオでやっていきましょうか。そう、キノピオは他のキャラクターに比べて走るのがめちゃくちゃ速いんですよね。それを使ってなんとか制限時間内にクリアしていきましょう。はい、大きくジャンプそして取っていく。素晴らしい、いけるぞ。待って、でもさ、早すぎてちょっと困る時もありそうだな。あ、でもめっちゃ早い、体感でわかるわ。走るの超早いですね。よし、行きます。あ、危ないな。走るのが早いキノピオさん、なんとかでかいキラーから逃げてください。オッケー、危ない。今の、はい。そして次はそういう系ね。猫をできれば失い、あ、危ねえ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 な猫をできれば失いたくありませんよ。次は何でしょうか。うわ、そういう、これさ、ジャンプした方が確実じゃない。オッケー、これなんだ、一応叩いてみる。はい、連続でジャンプして、あー、ハテナボックスか。ハテナボックス逆に怖いな。あんまりこういうの被りたくなかったけど、いけ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 い、ドッスンに踏まれないように、いけー、オッケー、あっぶね。待て、あー、危なかったよ。今度は何、今度は何、そういう系ね。これ最後まで乗らないとどうしようもなんないよね。はい、大きくジャンプして、素晴らしい、いける。あと何枚、あと3枚、頑張れ頑張れ頑張れ、あと3枚。これはもう無視、あー、なんか食らっちゃった、食らっちゃったけども、グリーンスターゲット。あと2枚。待て、一旦心を落ち着かせよう。心を落ち着かせて、これは、うわ、細いね。細いところ通るの MK さんあんまり得意じゃないよ。細いね、細いね、細いね、オッケー。走らない方がいい。こういうところは歩いた方がいい。はい、そしてさ、そういうことしてくるね。そういう、あぶねえ、オッケー。なんとかクリア。猫キノピオさんかわいいね、素晴らしい。いや、キノピオでやってよかったのか、マリオの方がよかったのか、いまいちわかんなかったな。なんかマリオの方がよかった気がする。走るの早すぎて逆に難しくなっちゃったね。お、99枚まで来ました。あと1枚で100枚ですね。頑張っていきましょう。よーし、じゃあ今回はせっかくだから、このままキノピオで進んでいきましょうか。ワールド4の3、ピッピッピー、空中散歩をやっていきましょう。うわ、待てよ。このステージ MK さん覚えてるんです。いや、ここマリオの方がいい。絶対ここマリオの方がいい。ここのステージ MK さん覚えてるんですけど、ダブルチェリーでしょ。ダブルチェリーかつピッピッピーだったかと思います。ですよね。うわ、これは、いや、絶対キノピオじゃない方よかった。はい、マリオで進んでいきましょう。で、ダブルチェリーをなるべく失わないようにしていかないと、多分ね、最後の方の仕掛けが解けないようになっちゃうんで、ちょっとそこも気をつけていきましょう。グリーンスターとハンコをすべてゲットするためには、マリオさんを一匹ぐらいは見失ってもいいと、一匹っていうか一人か、一人ぐらいは失ってもいいと思うけど、二人とかは失わないようにやる必要がありますね。ピッピッピーでジャンピング、オッケー。危ない、待てよ、倒せ、オッケー。グリーンスターあるな、グリーンスターあるな。落ち着け。はい、まずまっすぐ進んで、ここヒップドロップ。で、コイン大量ゲット。待って、これ一回待とう。一回待ちます。冷静に行きましょう。で、ハンマーブロスがそっちに移動した。危ねえな。待て、危ないよ。で、こう来て、取る。危ない、取れない。オッケー。落ち着け、落ち着け。はい。落ち着けよ、落ち着けよ。落ち着けよ。はい、こう来てグリーンスター取る。で、危ない、危ない。これ行っちゃっていいか？こっち側なんもないよね。よし、行っちゃおう。ハンマーブロス倒し損ねましたが、まあいいんです。はい、こう来て、危ないね危ないね、今のは。おっと、隠れルイージどころかモロルイージ発見しました。この後ろのところがドットルイージになってますね。待って、落ち着け、落ち着けよ、落ち着けよ、落ち着けよ。4体をなんとかキープしたい。こうして、こうして、オッケー、いいよ。でピッピッ、ジャンピング、オッケー、いいよ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 、いいよ。ピッピッピッ、ジャンピングで取るか、で一回戻るか、ピッピッピッ、ジャンピング、オッケー、一回戻ります。で、列整える。いいよ、いいよ、いいよ。こうやって冷静にやる必要がある。マジで、このステージは。キノピオじゃない方がいい。行くよ。うわー、待て。ピッ、ピッ、ピッ、ジャンピング、オッケー。で、中間は取る。オッケー。4はあるぞ、4はあるぞ。これで、あれ、猫でいけそうじゃないなんか今の、猫でもいけそうな雰囲気ありましたけど。まあいいや。そしたら、こう、待て。こっちで揃えようか。ピッ、ピッ、ピッ。まっすぐ進む。落ち着けよ。ピッピッ
ピージャンピング、これ行っちゃっていいな。よし行っちゃいます。でグリーンスターないよな。え待って、取り逃してないよね。怖いな。グリーンスター取り逃…うわー出たー、出ちゃったそれは。待て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 、はい、タタクタ、危ねえ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 、それグリーンスターかな。ちょっと待って、ダブルチェリー、いや違うな。あこれ5体までっていう決まりあるっぽい。多分今のダブルチェリーだよね。待て、落ち着け落ち着け、1体も失わず入っていきましょう。 OK、 あと待機。下手に動かすとあのいなくなって、あーこれ覚えてるよ。確かね、青コインがめっちゃ出るんだよ。一回整えます、一回ここで整えていきますよ。スイッチ踏んで青コイン回収していきましょう。間に合え間に合え、たくさんのマリオで全部回収していく。間に合え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 、あと1枚 OK。 これが2枚目ってことは、やっぱラスト1枚はゴール付近だ。うーわーこれ5、うわー厳しいってそれは。待てよ、それは厳しいな。ちょっと待てちょっと待て、どう整えよう。こんな感じ、これぐらいの集団。待てよちょっと待てよ、これぐらいでいくか。よし次いきます。むずいってこれ絶対。はい、落ち着け落ち着け落ち着け、ピッピッピッジャンピング、よしいけるよいけるよ、ピッピッピッジャンピング、こっち、あーあーあーあ、ジャンピング2体でいい。じゃあ2体残そう、2体残せ2体残せ、オッケー。あ2体でいける、これこれ2体でグリーンスターかな。ほい、あーぶねーあーぶねー、かなり逃したけどなんとか。あぶなく、マジで危なかったね。やり直しが必須になるかと思ってしまいましたが、なんとかクリアすることができました。あせっかくだから2体でゴールしたいよ。よかった今のとこ、よういけたね。落ち着け、ピッピッピッ、ここで落ちたらマジシャレになんない。よし、はい、でハーバー飛び素晴らしい。なんとかグリーンスター3枚とハンコをゲットしてゴールすることができました。今のやばくない？最後のところ、いやー、いやあそこ MK さん前回どうやってクリアしたっけこんな難しかったっけか。はい、ということでダブルチェリーのハンコをゲットすることができました。そしたらもう一ステージいけそうですね。もう一ステージいきましょう。の前に待てよ、これさ、アイテム取りに行くか。アイテム取りに行きましょう。キノピオの家があるかと思いますので、いや、いや、行こう。行こう行こう行こう。ここまで戻っちゃったら行きたいと思います。キノピオの家でちっちゃい箱と大きい箱。前回はちっちゃい箱が当たりだったので、今回は大きい箱、素晴らしい。いや、でもいらないな。いや、これ取っとこうか。で、猫とタヌキの状態で進んでいきたいと思います。その方がいいよね。そうだね。ファイヤーじゃないと解けない仕掛けはなかなかないけど、タヌキじゃないと解けない仕掛けとか、猫じゃないと解けない仕掛けはたくさんありますので、この体勢が一番いいんじゃないでしょうか。こっち先行こう。ほい。ここなんだったっけ？あ、あったな、そんなの。よし、行くぞ。ファイヤーブロス戦やっていきましょう。確かこういう隠しファイヤーブロス、隠れファイヤーブロスか。隠れファイヤーブロス的なの結構あるんですよね。はい、100秒以内に倒していく。待て、簡単でしょ。ほい、ほい、まあ危ない。ほい、オッケー。簡単すぎるということでグリーンスターゲット。いや、こういう時やっぱタヌキの方がいいよね。ファイヤー同士だとあの、どっちのファイヤーだかもわかんなくなっちゃうし、猫だとね、あの、一方、一方向しか攻撃することができませんので、タヌキみたいにあの、周り全部攻撃できた方がいいんじゃないでしょうか。はい、そしてこの奥は何があるんだったっけ？はい。お、あー、ハンコだ。ハンコがもらえるステージがありました。よし、じゃあ、周りのコインも全部集めて、ハンコのステージやっていきましょう。今回は何がもらえるんでしょうか？まあ、何がもらえるんでしょうか？おー、隠れルイージが、最初から見えてる。ここは地下だからなんでしょうか？こんにちは、隠れルイージさん。こんなところで何をしているんですか？はい、ということで、ハンコゲット。今回のハンコは、お、怒ってる。怒ってる青い妖精さんゲットすることができました。お、踏めばなんかこれ、なんだろう、あの、紙吹雪的なのが出るみたいですね。ごめんなさいね。ちょっと踏んで試してしまいましたが、なんとかここもゲットすることができました。そしたら次のステージ行きますよ。お、なんだ？え？お、びっくりした。なんか新しいのがまた出るんだと思いました。あとなんもないよね。なんかこういうところにたまにまた新しい土管が隠されていたりするんですけど、今回は特にないみたいです。よー、あ、待てよ。一回見てもいい？周り。一回周り見てさ、ワールド4が全部、あの、いけてるかちょっと確認したいと思います。そこを確認してから次に行きましょうか。はい。この上から見て、行ったよね、全部。ミステリーボックス行って、
だって、ああ隠れルイージいた。右下のさ、右下っていうか右側のさ、なんだ、ゴロボンのところのエリアの右の見えますかね。あそこにしゃがんでる隠れルイージがいました。ということで、まあ隠れルイージ発見したところで次のステージ行こうと思ったんですけど、時間的にここで締めてもいい感じになっちゃったな。よし、じゃあ次回にしよっか。じゃあ次回はこのガボンマウンテンからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。